よろしくお願いします。はい、私からは3点です。まず1点目についてです。能登半島地震に伴う被災地への支援の状況についてご報告をさせていただきます。まず発災直後からですけれども、本日現在においても大阪府また大阪府内市町村関係機関、できる限り被災地支援をしようということで今その被災地とも連携しながら進めているところであります。まず人的支援ですけれども、緊急消防援助隊1月17日時点で延べ3400名が活動しています。現在はですね211名が活動中です。そしてやはりこの被災地のですね医療の人材の支援、そしてこれはもう保険も含めてです。 DMAT や保険のチームであったり DHEAT であったり、さまざまやっぱり衛生面が非常に厳しい状況になりますので、まだ被災直後からもこの医療の支援をしているところです。そして建物です。被災建物の応急危険度判定ということで、これまで継続して支援をしている派遣をしておりますけれども、現在も10名が活動しています。これは1月17日時点です。これは建物のですね応急的に黄色赤緑とこの色分けをして、まず応急的に危険度を判定することですけれども、これを実際に実施をしています。建物の危険度を判定しないとですねまた二次災害が起こる可能性がありますので、これについて実施をしているところです。物的支援についてです。まず物資支援としまして、当初石川県七尾市羽咋市に食料10万8000食等を含めてここにある通り支援物資を支援をしております。また給水支援についても継続してやっておりますが、現在給水車6台が活動しているところです。次お願いします。義援金についてです。1月5日から受付義援金を開始いたしまして、現時点で義援金の総額は8,408,081円になっています。これまでこの被災地支援ということで義援金をですねしていただいた皆様に改めて感謝を申し上げます。口座も開設しております。引き続き義援金の受付をしております。この義援金については被災地にそのまま届けさせていただきます。そして住宅関係です。区営住宅マンスリー物件の無償提供ということで、これは大阪市や堺市の公営住宅とも協力しながら進めているところです、あります。自力で来販が困難な方には移動の支援も行います。また空っぽの公営住宅であればなかなかそこからというのは難しいと思いますので、生活に必要なこの備品と家電なんかはあらかじめ設置をして被災者の皆さんがそのままでも支援避難ができるように居住の支援ができるようにということで対応しています。これまで大阪府大阪市堺市それぞれ問い合わせありまして、すでに入居が決まっているのが入居したのが8件ございます。引き続き100件を超える問い合わせ件数があるという状況です。これは引き続き住宅の支援をしてまいります。福祉相談窓口です。これはですね大阪府に避難を希望する方、いろいろ介護サービスであったり福祉サービスが必要だという方についてはですねこちらの専用の相談窓口を作っておりますので、こちらの方に相談をいただければ紹介等も含めて対応してまいります。次お願いします。対抗支援として今大阪はカウンターパートである輪島市の対抗支援をしています。もちろんこれ以外にもですねさまざまな国からの要請に基づいて、カウンターパートで決められている水道とかいろんな違うエリアもあるんですけれども、関西広域連合で決めましたカウンターパートとしましては輪島市ということで、輪島市の特に市役所の避難支援ですね、大阪府大阪市堺市府内市町村協力しまして、この輪島市の運営を支援をしているところです。とりわけも避難所運営などを支援する職員を派遣をしています。活動内容としては現地のリエゾン、そして避難所の運営支援になります。この間でこれまでですね
大体1日合わせまして56名、延べ56名派遣をしておりまして、1ヶ月程度で約延べ1600名の職員をこの輪島市の避難所運営等に派遣をします。輪島市の避難所、輪島市の職員の皆さんも当初は職員自らその避難所で、する支援の避難所運営をするということで、輪島市自身の市役所自身がなかなか機能が難しい状態でありました。まあ、これをなんとか我々応援の自治体が入ることによって避難所の支援をすることで、輪島市自身の機能を輪島市の職員が輪島市の仕事ができるようにということでも、そういった支援を大阪に限らずですね、これは全国の輪島市は他に東京都も入っていたと思いますし、三重県も入っていたと思います。全国の自治体が、これは輪島市だけじゃなくて石川県、今被災地の支援をしているという状況で、大阪府においてはこの輪島市のですね、避難所に約延べ1600名を送って支援をしてまいります。でやはりさまざまな現地のニーズが生じます。物資につきましてもより細かなニーズが出てきているのが今の現状です。その細かな現地のニーズに対応した支援をしているというのが今の現状です。トイレの衛生なんかももちろんそうですし、それ以外の物資面でもその細かなというか、より必要性がですね、その現地において必要なものというのが多様化してきてますから、そういったものを今支援をしているというところです。まあ、これについては府内の市町村の中にもリストをお願いをしてですね、そこで現地のニーズに合った支援物資を今送っているという状況です。まあ、例えばですけれども、手指、消毒液であったりボディシートであったりですね、洗面セット、タオルであったり、まあ、いろいろ必要な物資をですね、もうすでに現地に派遣しておりますので、現地のニーズを把握した上で支援をしています。またその他の支援として、まあ、現地のニーズとして、やはりなかなか暖かい食事が食べれない、そして非常に寒い避難所での運営、避難所寒い季節でもありますので、暖かい食事をが届けれたらいいという要請がありましたので、先日出発式がありましたけれども、民間と協力しましてキッチンカーを派遣をしております。最大5万6000食2週間程度提供できるという能力で派遣をしています。でこれはもうすでに開始をしておりまして、大阪の担当する避難所において非常に多くの皆さんに、こういうちょっと写真が残ってありますけども、この温かい食事が食べれて嬉しいというお声もいただいています。また大阪が担当していない自治体の避難所からもぜひ派遣をしてもらいたいということで、今協力体制で派遣を大阪が担当する避難所以外にも広げるというところで今進めています。次お願いします。質問される方は挙手の上、社名とお名前をよろしくお願いいたします。それでは幹事社の読売新聞さん、お願いします。読売新聞の山本です。2点質問させていただきますけれども、まず地震に関係してですね、まあ、今後カウンターパートの支援ということで、大阪府内からの支援というのは続いていくと思うんですけれども、このトップ同士というやり取りの意味において、例えば被害の地震の発生当初ですとか、輪島市に対して支援を始める当初を除いて、吉村知事とですね、例えば石川県知事ですとか輪島市長と何かやり取りして支援を決めたりだとか、そういったことはこれまでに何かありましたでしょうか。あれば教えていただきたいです。はい、長谷知事とも一度直接やり取りをさせていただきました。今後何でも支援をしていくので何かあればという話もさせていただきました。また長谷知事からこの支援に対する謝意がありました。また輪島市長とも直接電話でつながる体制はもう整えています。ここについてもですね、対抗支援のことであったり、また何なりといっても連絡くださいという話をさせていただいています。まあ、もちろんこれは実務方が入っていますので、現場の意見というか、その現場を実務的に積み上げて今実行していますし、また何かあればそのトップ同士がすぐにつながる体制というのは構築をしています。それ以上私からですね、積極的に何かこう連絡をしているということは特にはないです。これ輪島市長にしても長谷知事にしてもものすごく激務の状況だと思います。これは実際被災地を担当する
首長というのは、これは僕も首長経験者ですから、首長経験していますので、おそらくこういろんなところとのやり取り、いろんなところにの判断を日々していく状況にありますので、そういった意味では あまりいろんな関係者からどんどん連絡をするとですね、その連絡する方の関係者は1人だったとしても受け手の人は1人しかいないわけですから、まあ、そういった意味では私自身から直接なんか連絡するというのは控えておりますけれども、まあ、いつでもこれ携帯でつながっていますので連絡くださいという体制を整えながら実務的に必要なことについて現地のニーズを把握しながら進めているというのが現状です。ありがとうございます。